はい、えー。今回ですね、アドバンス生からお対えいただいたので回答していきたいと思います。いつもありがとうございます。早く大量の動画、早く大量の動画アップされないかなと待ってる次第です。<laughs> 今日の深夜行きますから。今日の23時ぐらいですかね。一気に。はいえ。質問です。私の場合は無料コンサルの手段を吉谷さんがご提案いただいたこともありますので、無料レポートの次を書いていますが、現在少ない読者さんはこのままほっといて、 置くわけにもいきませんしもっと深くするには無料コンサルなのかなと思ったり,と思ったりしていますですが何なんだかすっきりしないことがあって自分,と考えか自分と考え方や行く店舗も違う人を稼がせるというコンサルって利益の追っかけっこになりそうでコンサル内容で戸惑いがありますお悩みアンケートで一番多いのは価格差が見つけられないということでそれも私から見て価格差を見つけられて ルーちゃんっていう人も見つけられないって悩んでいてほとんどリサーチしていないんじゃないって人も同じく価格差が見つけられないって悩んでいますコンサル,ル無料試しコンサルはどこまで内容を解決相手の得意になるものでしょうかネットなら共有できるので私がリサーチして相手にこれどう利益出そうだよって教えてては何のコンサルだろうと思っています仕入れさせてるようなものにもなりますよね 相手の感覚、相手のお金なので利益が取れたんじゃんって言われても、でもその逆に見つけられないっていう人が見つけられるまで応援したらお試しコンサル終わらない気がします。無料お試しコンサルの提案の仕方とその後が見えません。企画そのもの、企画のもののようにして1万円使って仕入れの勉強とか、かっこは適当ですが、1日20個リサーチせよとか予言とか、実質コンサルみたいになっているパターン、 で、案内した方が気持ちがあるのかなと考えたりします。無料コンサルその後、自分の利益にもしていかないといけないと思うので、ちょっとピンとこなくて悩んでいます。なるほど。まあ、結論ですね。最初からピンとこないですよ。<laughs> やってもないことをピンと来るっていうのは天才しかいないんじゃないですか。<laughs> 結論ね。いやー、塾長みたいな。それ言われちゃうと、みたいな話なんですけど。 まあ本質的なのはなんでピンとこないのかっていうとみんなピンとこないです自分が車をスイスイ運転できるうピンとこないだろうし自転車をスイスイ運転できるっていうのもピンとこないと思いますよ最初から、まあ、歯磨きとかもね、まあ、本当にまあのりますけど歯ブラシした時に泣いてたわけですよ嫌だみたいなうわーみたいな大人になってね自分が余裕でね歯ブラシしてるみたいなね ピンと来てるのは嫌だっていうのはピンと来て泣いてるますよね。嫌だ嫌だみたいな。いちご、僕メロン味だったんですけど <laughs>、確かメロン味だったと思うんですけど <laughs>、なんとか、もう歯磨き嫌いで、結局虫歯にだらけで、銀歯今めっちゃ入ってるんですけど、まあまあ、だからやったことがないことをピンとかますっていうのは難しいわけですよ。だからまずはやってみるってことが大事です。 でこれが本質的な部分ですね。そうは言ってもっていうところがあるので、まあアドバイスがあるとするならば、こう単純に僕が、あのまあこれでピンときてないんであるならば、うん、まあ結局その、この自分のその感情の何かっていうと、なんだろうな、うん、これからどう収益につなげていけばいいかわからないっていう部分もあったりとか、うん、 まあ自分の考えではお客さんの考えがミスマッチしてる部分もあるというとこなので、うん、ま、単純に、あれじゃないですかね。自分はどういうふうな考え方で仕入れている。だから、今、無料レポート作ってるのかなこれ作ればいいんじゃないですかその、その、価格差を見つける方法みたいなレポート、もしくはコンテンツ作ればいいんじゃないですか価格差を見つける方法とか、まずは。そこに悩みがあるんだったら、 えー、そもそもいや、無料コンサルね、やった方がもちろんいいんだけど、そこにピンとこなくてできないんだったら、じゃあその悩みは来てるわけじゃないですか。その悩みに対してコンテンツをぶつける価格差をどうやって見つけていけばいいのか。じゃあリサーチ方法を細かくレポートに書くとか、リサーチ方法を動画でやるのかとかね、そのコンテンツをぶつけて、えー、ぶつければいいじゃないですか。で、あとはこれをどうぶつけるのかなんですけども、 あの僕だったらぶつけ方なんですけどまあアンケートいただいてこういう悩みがあったんで今回ねあのこれリサーチをどうすればいいのかっていうねリサーチうーん転売リサーチマニュアル2.0みたいなわかんないですけどなんかそういうのをなんかあのなんだパッケージ作ってでまあ、今回そのあのあ商品としてまあ、有料で売ろうと考えていますと悩みがあったんで、ね、悩みがありました。 リサーチの価格差がつ見つけられないっていう悩みが結構多かったです。そこに対して、じゃあ、有料の商品を売ろうと思います。ただ、あの今見ていただいている方に関しては、これ無料でね、お試しモニターとして配ろうと思います。ただし、その実際これを受け取って、やってみて、どういうことがあったのか、このレポートの感想っていうのをくださいと。みたいな感じにすればいいんじゃないですか。でそしたらまたその意見もらえるじゃないですか。そこに対して。 悩みに対してコンテンツをぶつける。ただしそのコンテンツをぶつけるときのプロモーションの仕方、見せ方っていうのが有料で売るけど無料で売るアンケートちょうだいね。で、お客さんの声をまた集中してブラッシュアップしていくと。うん。じゃあ今度、じゃあ今度次のステージですね。じゃあ今度、そのじゃあアンケそのコンテンツ作ってね、アンケートの結果もらうじゃないですか。で、今度じゃあ、今度アンケートでこういう意見が多かったんで、この前、そのね、 プレゼントしましたけど、今回その、なんだ、コンサルもしますみたいな。だから要は、お客さんの悩みをもっとそぎ落としてって、もっと深いところにしてって、で、そこのカンニングペーパーじゃないですけど、そこに対してコンサルしていくっていう風に。だからそれはまだお客さんのその、うんはっきりした、その、見えてない部分があるので、そこをブラッシュアップしていけばいいんじゃないかなと思いますね。で、カンニングペーパー作った後、コンサルすればいいんじゃないですか。うん、そう。 で、あとは、まあ、これからその自分でビジネスで商品売っていく上で、まず稼がないといけないのが、商品を売ることも大事なんだけども、商品を売る前の種植えですよね。種、種を植えないと稲枯れないですから。なので、しっかりと信頼関係を構築するっていうところを稼ぐ。信頼を稼ぐってことですね。信頼を稼ぐ上でそういうことをやっていくことですね。そう。だ僕も昨日の深夜だったかな、なんかその、 僕はなんか、僕は吉谷さんのイメージしてるような人じゃないですみたいなね。お金持ってませんみたいな。太客美味しい客ではないと。なんか、みたいな言ってる人がいたんですけど。うーん、それでも僕はやるわけですよ。で、なん、それでもやるからそこでじゃあ何を得てるのかっていうと、お金は得てないけど、信頼を稼いでるわけですよ。だからその人が、まあまあ、メッセージでも書いてありましたけど、僕がそれをやることによって、 まあ、お金が出た時にじゃあ、えー、いろんな世の中に商品があるけれども誰を選ぶのか僕しかないと、うん、だから種,種をまかないと花咲かないよって話であの花取りたいんだけど種まかなかったらダメなんだよねで, <laughs> で種まいただけでもダメだしそこを肥料やったりとか水やったりとか日光やったりとかそういうのそれも必要だしだから、まあ、まずはそこじゃないですか原理原則がありますので うん、いきなりね、結婚して、街中でね、結婚してください、みたいなね。一目惚れしたんです、みたいな。今日婚姻届け、みたいな。無理じゃないですか。もう絶対多分無理だと思うんですよ。今日一目惚れしてね、あの、あの <laughs> 今日結婚してくださいっ、つって。今日市役所行って婚姻届出すってね、絶対無理じゃないですか。うん、まずはアプローチする。飯に誘う。映画に誘う。デートに誘う。 プレゼントをする、誕生日プレゼントだよとかね、<laughs> そういうの重ねてじゃないですか。だからその原理原則はやっぱあるので、なんだろうな、それを愚直にやればいいんじゃないですか、その原則通りに。うん、いきなり花は咲かないんですから。うん、だからまあ、あのやるべきことは、まあ、そんな感じで、もう人ちょっとね、そのお客さんの価格差が見つけられないという、えー、意見をいただいてるわけですから、ここに対して、 コンテンテツをさらにぶつけていくで、そのコンテンツをぶつけていくときも、そういう見せ方をして、しっかりお客さんの声を取れるような見せ方で出す。そして取っていく。で、そこに対して、うんまあ、またわかんないんだったら、こういう悩みもらったんで、吉野さんどうしたらい,いですかっていうお返しいただいてもいいですけども、まあ、そういうふうにブラッシュアップすれば、ある程度、あじゃあ、こういうコンサルすればいいかなとか、ちょっと今とは違う、うん、なんだろうな、まあ、答えが並ぶわけですから、そこに対してインスピレーションというかね、 アイディアとかリソースが生まれるんじゃないかなと思います。うん。だから要は、多分ね、おそらくアンケートの質がまだ弱いと思うんですよね。うん。だ、例えば、僕の事例で言うならば、まあ、いろんなアンケートの取り方してるんですけど、MAX で僕は1万5000文字ですね。今までいろいろやってきて、MAX1 万5000文字書いてきた人いてます。1万5000文字って400文字の原稿用紙何枚分ですかわかんないですけどそれ、それぐらい取ったことあります。1万5000文字です。 で、多い人は、昨日もお客さんで来たんですけど、その人1,500文字ぐらいでしたね。1,500文字ぐらい質問来たんですけど。だからまあ3,000文字とかのやつもやったことあるし、最低、だから結構まあ、ここ数年やってるのは1,000文字規定とかやってますけど、まあ3,000文字規定もやったことあるし、だそうすると、お客さんの人生観だったり、なんでその転売そもそもやってんのかとか、なぜそれが必要なのかとか、どこに悩んでるのかとか、 わわかるわけですよそ,それだけの情報があるとだそ。それだけの情報があるから、もうほぼほぼカンニングペーパー、ペルソナカンニングペーパーですよ。でそうなってくると、その打ち出しやすくなりますよね。だけど、多分今、アンケートを取ってるけれども、多分ね、あの、それがまだ弱いんじゃないかなと思いますね。うーん、そう。もうちょっと、あの、ブラッシュアップすればいいんじゃないですか。うーん。 まあそんな感じですかね。はい。まあいろいろと申し上げましたけど、それをまずやってください。だからコンサルにちょっと違和感があるんだったらそれやればいいんじゃないですか。それやってからでも遅くないので。うん。そう。無理やりやるんじゃなくて、それそれでいいじゃないですか。<laughs> 別に。うんう。で、あとはまあ信頼をしっかりまず稼ぐってことですね。まあそこをベースにないと、やっぱあ、花咲かない部分ありますので。うん。 ということで、またやってる中でまたなんか疑問とか出てくると思うんで、まあお問い合わせいただければいいんじゃないかなと思います。まあ,あと、もう今夜大量の動画が公開されますので、はい、まあこの動画埋もれる前に見ておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。